トンのそうするとワントップで来て古橋あたりシャドウの感じになるんでしょうか。どうする、入れる、あレッツ、嫌なボールの回転で目の前に来ましたが武藤、あっとシュート、大きな大きな追加点は武藤、キーパー最終的にはネットを揺らします。いや、このシュートがちょっとコースが変わって意外な回転でした ね、 ね、ここ見ていただきたいんですが、これ最終的には指先に当たっています。いや、高橋がマイボールにしたんですけれども、はい、おそらく渡辺にパスしようとしたんですかね、まあ、それがうまく当たらなくて、はい、まあ、武藤の前にこぼれたんですけれども、このパスを武藤は逃さず、そうですね、入れたボールに最後はキーパー指先かえって回転がつきました。まあ、一つあの浮かせてゴールキーパーの頭を越すっていう、はい、まず判断をしたのが良かったですね、で次にやっぱそのキックの質ですよね、はい、いや逃さなかったですね武藤、武藤を決めて3対0、レッズにとってみれば大きな1点が後半の開始早々入ってきました。これはまたいい時間帯に入りましたね、